ポール・ベルトンによる第17回の展覧会ポスターサロンで3ンは19世紀末にフランスのパリで開かれた美術品の展示会であるポスターや版画などの美術品を展示し一般の美術愛好家にリーゾナブルな価格で販売するために開かれた同時代のグラフィックアーティストたちが作品を発表する場所となった1894年2月から1900年の 終わりまでの間に53回開かれた。1889年に創刊された美術文芸雑誌、ラプリムは最初パリのアラゴ通りの出版社で出版されていたが、1891年7月に事務所をボーナバルト通りに移したところ、新しい事務所には美術展示会をするのに十分な広さがあった。1890年代に入って、 多色ずり版画の進歩によって大きいサイズの広告用のポスターが作られるようになり、美術品として収集のアイテムになっていた。ヨーロッパやアメリカでアール・ヌーボーのスタイルのポスターは大きな需要を生んでいた。ラプリオムでも1893年11月号からポスター美術などの同時代の美術を特集するようになり、ピエール・ピュビス・ド・シャバンヌやジェームズ・アンソール、 アレクサンドル・ファルギエル、アンデレ・デガション、ウジェーヌ・グラッセ、アンリド、グルー、アルフォンス・ミュシャ、オーギュストロダンといった芸術家の特集が行われた。サロンデさんは・サンは建前としては100人の芸術家のグループ展ということから名前が付けられたが参加者のすべてが会員であったわけではなかった。シャバンヌやジュール・シェレ、グラッセ、マルス・ランデ・ブータンといった芸術家は会員であったが、 他の多くの参加者は、作品の出展の依頼に応じただけだった。展覧会に審査員もいなければ、賞も設けられなかった。出展者は展示スペースを指定されて、そこに自由に作品を展示することができた。毎回展覧会のポスターが制作され、ラプリムの特別版が、展覧会の目録の代わりになった。ありがとうございます。